N 国党が掲示板ジャックをしましたよね。これに対して官房長官が見解を示しました。この官房長官の見解も結局何の意味もない原則論を語ってるだけでしたね。完全にこの立花さんにおちょくられてますよ、これ。都知事選掲示板候補以外使えず、大量の同一ポスター。官房長官見解。いきます。20日に告示された都知事選でポスター掲示板に候補者以外の人物などが写った同一ポスターが大量に貼られる事態が起きている。林官房長官は21日の記者会見で掲示板は候補者以外が使用できるものではないとの見解を示した。知事選に関連候補24人を立候補させた政治団体 NHK から国民を守る党は同団体に寄付をした人に対し自作ポスターを貼る権利を譲っている。同団体は21日都内1万4000カ所のうち約1000カ所分を譲ったと明らかにした。公職選挙法は掲示板について候補者自身の選挙運動用ポスターを掲示するために設置すると定めており、林氏は他の候補者の選挙運動を行うことや虚偽事項が公表された場合は処罰の対象となると指摘した。一方、公選法にはポスターの記載内容を制限したり掲示板の枠の売買を禁止したりする規定はない。林氏は公選法の見直しについては各党各派において議論いただくべきものだとするにとどめた。今後与党内で見直し論が出る可能性もありということです。この官房長官のコメントについて言えば結局違反ではありませんって話ですね。もしこれ違反だったら、これは明確な公選法違反だ、とんでもないっていう風に言うんだったらね、こう違反だっていうことが明確になりますけども、結局違反じゃないんですよ。売買した、けしからんと思うかもしれませんけども、公選法売買してはいけないというね、規定はないわけですよ。それから同一ポスターをバーって貼るっていうことも禁止する規定がないわけです。内容に関しては全く公序良俗違反、裸はダメですよ。公序良俗に反しない限り OK なわけです。まあ、ちょっと N 国党が風俗店のなんか貼ったっていうのを、それは公序良俗に反するってことで、まあ風俗の宣伝っていうのはしていい場所としていけない場所がありますが、そこで引っかかったみたいですけども、犬のサスケかサスケの写真貼ったとか、日本の虫とか言って貼ったとか、これは一つも法令に違反してないんですね。24人立候補してるから24枚貼る権利があるわけで、この官房長官の話は結構なんか苦しくて、候補者以外が使ってはいけない。サスケだって立花さん自ら貼ってんだから、候補者が自分の表現したいことを表現してるだけですから、勝手に貼ってたらね、候補者以外が使っちゃいけないってなりますけど、候補者以外は使っちゃいけません。いやいや、日本の虫だってサスケだって全部 N 国党が貼ってるわけですから、自分の表現したいものを貼ってるだけなので、さっきの裸って全然もうダメっていうか違法なんですよ。ところが立花さんは合法なことしかやってないですよ。そこがさっきの裸との違いですよね。裸なんか一つも面白くないですよ。裸貼ったらそら逮捕されますよ。それだけの話です。ただサスケ貼ったら逮捕されるかってされないんですよね。24枚貼ったらだって24人立候補してんだから、それぞれがですね、自分の意思で何を貼るか自由なわけですから、なんか結局剥がせ不快だって言って、もう何千本も電話かかったっていうね、みんな不快だ不快だって冗談じゃないとか怒ってますけども、でも一つも法令に違反してないという、ここがですね完全におちょくってるわけですね。立花さんはもう選挙制度そのものをおちょくってるわけですよ。でもさっきの芸人はおちょくるつもりで自爆してるんですよ。違法なことやっちゃってたわけだから。立花氏はこれ完全におちょくってますよね。この選挙制度自体がバカじゃねえのっていう。まあただね、合法なら何してもいいのかっていうもんじゃないんだっていうのは、それはその通りなんですよ。N 国党の面白いのは、そもそも掲示板っていう制度がバカらしいと。掲示板なんかやめちまえっていうのが彼の心情なわけですよ。やってみて、ほらこんなことできるんだぜと、もうやめねえかこれはっていうのが N 国党のメッセージなんですね。しかも N 国党は何もね、掲示板ジャックが一番やりたかったことじゃないんです。 N 国党がやりたいのはこれですよ。選挙公報、これ半分立花隆って書いてあるんですよ。これ全部で14ページあるんですけど、立花隆、立花隆、選挙公報ジャック、これをやりたかった。で、一番やりたいのは政見放送ですよ。政見放送、50何人だからすごい長さ、半分立花隆なんです。これをやりたかったんですね。なぜやりたいかって、NHK から国民を守る党だから。その NHK で、NHK をぶっ壊す、ぶっ壊す、ぶっ壊すってずーっと何時間も続けるんですよ。このアホな状況を、を作って嘲笑いたかったんです。完全におちょくってます。そもそも都知事選勝とうなんかこれっぽっちも思ってません。NHK で NHK をぶっ壊そう何時間も連呼したかったという。そのためにやってるわけです。勝つつもりない人が立候補しちゃいけないなんてルールもないわけですよ。もう選挙のこのルールをおちょくりまくって、NHK で NHK ぶっ壊そう何時間も連呼。これをやりたかったわけですよ。NHK もジャックしました。選挙広報もジャックですよ。だからはっきり言って掲示板なんておまけみたいなもんなんですね。掲示板ジャックしたくてやったんじゃなくて NHK をジャックしたかった。選挙広報をジャックしたかった。ついでがあの掲示板ですよ。ほらこんなバカらしいもんやめちまえって言ってるんですよ。それでじゃあルール変えなきゃ。そもそもあの掲示板意味あんのかってなったら、それこそ立花氏の思うツボですからね。そうそう、それそれと。こんな馬鹿らしい掲示板なんかやめるべきだっていうのが立花氏の意見なんだから。こんな使い方するのは日本人、民度が低いと思う。掲示板なんかやめろっていう人いますでしょ。それが立花さんの言いたいことなんですよ。思うツボなんですよ。だからあんな大暴れして、こんなめちゃくちゃなことが起きて、何も誰もできないんですよ。完全におちょくってますね。不快だ、博士。何千件抗議。これは、立花さんが望むとこです。ほーらほーらほーらだから掲示板なんかなくせって言ってんじゃねえかってのが彼の一番言いたいことですから。立花になんかダメージ食らわせようと思って抗議してる。逆なんですよ。喜んでますからね、あの人は。これ私がね、評価するかしないかって評価しないですけども、ただひたすら面白いです。このおちょくり加減が。もう NHK でね、ぶっ壊す連呼とか、もうクスクス笑っちゃいますもん、見てて。これだと半分立花隆って。これは面白い。評価しませんよ。やるべきかやるべきじゃないかってやるべきじゃないんですよ。でも、クスクスって笑っちゃいますよ。いやー、おちょくってますよね。これと比べると、言論の自由とか言って裸張っちゃうのはレベルが低すぎても次元が違うんですよ。ただのバカじゃないのって話ですからね。彼のすごいのは、最高裁の判例を持ってるっていうことなんですね。選管なり警察が、この文言を不適切でって書き換えさせたら、それでもう選挙負けちゃって選挙無効判決出ちゃってるわけですから、ポスターの内容とか、広報の内容、これはもう聖域なんですよ。政治的な意見を自由に述べていいんだから。公序良俗に反しない限りね。裸は一発アウトですから。そうじゃない限り、それこそ国家転覆だって自由なんですよ。もう何だって自由に書いていい。これがだって民主主義なんだから、100人中99人が、って思うようなことだって、少数意見書いていいわけですよ。公序良俗に反しない限り。だから、この表現はダメだなんていうのは、こう、検閲になってですね、政治活動の自由を奪うことになりますから、その中で行われた選挙結果は無効になっちゃうんですよ。選挙そのものが無効になるレベルですからね。損害賠償で済む話じゃない。選挙そのものが無効になるレベルですからね。だから、N 国党が何を貼ろうが、犬の写真貼ろうが、全然自由なんですよ。これをね、じゃあ、制度を変えろってわけで、売っちゃいけないとか、つまんない話ですよね。売っちゃいけません。ああ、そうですかって話ですよ。だったら、寄付した人に権利あげると、これ売るんじゃないですから。寄付した人に無償でプレゼントだったら売ったことになりませんからね。こんなもん、法律で縛ろうって言ったって、いくらでも逃げ道はあるわけですね。しかも、内容はこうでなくてはいけないって言ったら、検閲ですかって話になっちゃうんですよ。変なこと書いたら、落とされるんです、選挙に。みんながそうだよねって思うことを書けば、通るかもしれません。お菓子のこと書いたら、お菓子の書くことも自由だけども、それ見て投票しないのも自由だから、民主主義における、しかも選挙における政治的発言っていうのは完全自由なんです。公序良俗に反しない限り。爆弾の作り方とか書いたらダメですよ。犯罪をするようにけしかけたりとかダメですよ。裸もダメです。公序良俗に反しない限り完全に自由なんですね。この自由っていうのは通常の言論の自由よりももっと自由なんです。だってこれ民主主義ですから。それをね、例えば変なこと書いちゃいけないってやったとすると、これ習近平と一緒になってくるんですよ。こういうことは書いちゃダメ。いうこと書いちゃダメって、それ検閲ですかと。じゃあそれ判断するの誰ですかと。例えばこういうものはダメっていくつか書くとするじゃないですか。それだって曖昧なことですから、最終的に何かの基準でもって当てはまる当てはまらない誰かがやるわけで、それ検閲するんですかって話になるんですね。いやだから結局、公選法を変えて、こういうことができないようにしようとか言ったって、それは多分ね、うまくいかないと思うんです。で、何人立候補しようが自由ですけども、そもそも都知事選にね、24人立候補するなんて想定してないわけですよ。1人しか立候補できませんってやるんですか？2人ダメなんですか？それだって政治活動の自由ですからね。だから結局、こういうことがあったから、二度とこういうことができないように法改正するぞって言ったところで、対して実効的なね、法改正なんかできませんよ。だってどんな法も、こういう抜け道というか、斜めから飛んでくるってことでやっぱできてしまうわけなんですよね。別にそんな多分立ち話もこんなこと毎回やるつもりもないでしょうから、一回花火打ち上げて終わりですよ。別に法律でなんか規制されたら、あ、そうですか、はいはいで次の話で、この掲示板なくしましょうって言ったらそれは思うツボの話ですからね。なのでちょっと東京都の選管もかなり下手を打ってますし、まあ、完全におちょくられてますね。官房長官も全く歯が立たないすいません全部合法ですって言ってっていうのと一緒ですからね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。